こんばんは。今日夕方、長崎県の雲仙・普賢岳で大規模な火砕流が発生しました。でこれまでにけが人19人が出たほか、夜に入っても警察官や報道関係者など19人、別の情報では22人の所在が確認できないままになっておりまして、安否が気遣われております。で普賢岳は現在静けさを保っています。